皆さんこんばんは、りさです。私がいつもメイクで使ってるお気に入り商品、そのシリーズからさらに新しい商品が出たので、そちらを紹介していこうと思います。それがこちら、永久製のオイルブロックファンデーションです。オイルブロック、皆さん絶対聞き覚えありますよね。こちらのオイルブロックベース、私がベスコスにも選んだ商品なんですけど、こちらのオイルブロックベースのシリーズからなんとファンデーションが登場したので、今回はこちらを紹介していこうと思います。じゃあ早速使ってみます。オイルブロックベースですね。こちらは本当に何度私の動画に出現したことかと思うぐらい使っています。こう塗りやすいんですよね。小鼻のこういう、なんだろう、細かいところとかもブラシなのですごく塗りやすくなってます。鼻周りのテカりやすい部分にこれ塗っとくと本当にサラッとしてテカリがなくなってくれるので、私はオールシーズンこちら愛用してます。ブラシでのせて指で広げてっていう感じでのせていきますけど、もう本当に動画だとね、この触り心地の感じが伝わらないと思うんだけど、本当にもうね、すごいサラサラになってますね。はい、そして新登場のこちら、4月12日に発売になるんですけど、このファンデーションもベースと同じようにテカリ防止成分が入っています。ライトベージュとナチュラルベージュってことで2色出てますね。今回私はライトベージュをつけていこうと思います。中はこんな感じになっております。のせた段階からわかるんだけど、すごいサラッとしてます。指でパパパパーと広げてのせていくんですが、本当にもうね、ここの時点で触り心地がめちゃくちゃサラサラです。私結構サラサラめの感じがすごく好きなので、これからの皮脂がすごくね、気になって崩れるっていう時期にめちゃくちゃ大活躍してくれそうな予感ですね。はい、大体広げたらちょっとスポンジで整えます。本当にサラサラ、気持ちいいぐらいサラサラ。本当にこの上にパウダーはいらないかなっていう感じですね。仕上がりはこんな感じですね。つけてる時見てくれたからすごいわかると思うんですけど、めちゃくちゃ伸びが良くて、すごいつけ心地が軽いっていうのと、あと本当にね、すごいサラサラなんですよ。驚くくらいに毛穴の凹凸を埋めてくれたりとか、色ムラもカバーしてくれます。はい、メイク完成です。はい、というわけで今回はエテュセのオイルブロックベースとオイルブロックファンデーションを紹介していきました。こちらを登場して買ってからもう本当に夏、秋、冬、そして今春ですね、とオールシーズン使ってきたものになります。そして2シーズン目、これからまた夏に向けてすごく大活躍してくれるんじゃないかなと思っています。そしてこちらのベースだけではなくて、今回シリーズのファンデーションも出たということなので、メイク崩れもバッチリなんじゃないかなと期待しております。気になった方はぜひチェックしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。